前回のカズクラ、なんだか今日はいろんな人がログインしてるみたい。そうだ、ログイン中に秘密の通路を作ってバレないように行ってみよう。そう、ターゲットはキョキョさん。キョキョがいないうちに地下の方を掘って掘って掘りまくる。なんだか途中土色の変なやつがいたんだけども、とりあえず置いといて、キョキョのところまで、なんと本人がいる横で秘密の通路を作ってみた。これすごくね、バレてねえの。あなたは開運グッズ信じますか？私たちが今手にしているのは開運の花です。運を開こうぞ。というわけで、どうもこんばんは、カズクラです。坂井さんだ。さあ、というわけで今私たちが持っているのは開運の花だ。開運の黄色い花だ。下世話な雑誌とかの風呂、なんか間っことかにお金にまみれたおじさんがお風呂に使ってるのとかあったりするんだ。え、そうなんだ。騙されちゃダメだぞみんな。え、あれ騙されてんの？わかんない。なんかハゲたおっさんがなんかバスタブというか、その中にお札いっぱいで、横にギャルもいるんだ。ギャルもいて、ほんでお金持ちになるんだこれで、みたいな。この数字で幸福になれますみたいな。そう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 。怪しすぎるぜ。ほんで今我々が持ってるのは開運の花だ。開運の花だ。ただ今回はこれ本編じゃない。なんか今いっぱいいるから、うんうん、これでちょっと渡してくるだけの話だ。闇商売ってやつか。闇商売。開運の花ちょっと行こうぜ。行こう。ここだ。いるかな。いるかな。さあ、忍び足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 。いいね。誰もいないのか。なんだ。ちなみに生きてるのかな。しずかちゃん元気にしてるかな。あれ、しずかちゃんがいない。もう起きたの？置いといた。どこ行っちゃったんだろうな。ほんとだよ。みんなどこにいるんだろう。ほんと。あ、ここにさ、うん、ならこれも、どこ置いとこ。こんでいいか。オッケー。開運の黄金花です。いや、お題は結構です。ほんとにお題は結構ですと。お題は結構だ。ほんと、おらたちやさおだな、ただの。本当だな。よーし、ということで、切りましょう、切りましょう。ワールド広いからみんなどこにいるかわかんないね。本当だな。まあ、というわけで今日は、まあ、村人さんですね。放置していた村人さん。うんうん。心配だからね、見に行かないといけないなと思ってんだ。そうだね。どれくらい増えただろう。ご飯も持って行ってあげよう。お腹空かしてるかもわからんからな。うんうん。あいつらな、仕切り大好きなんだよ。そうか、自分の部屋が欲しいんだな。そう、本当に仕方ねえなと。集団生活だと疲れちゃうからな。何の木材で作ってあげようかな。このダークオークのやつ、なんかチョコレートみたいで可愛いな。あ、そう、それ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 。よし、作ったぞ。オッケー。じゃ早速行きますか。行ってみよう。さあ行くぞ。レッツゴー。いやー、ドラえもんとドラミがね、あいつらがここの村の祖となってるからな。そうだね。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って、ドラえもん1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12、13、14、15、16号まで生きてるぞ。これ大家族だな。ちょっとあいつらお腹減ってるだろうから、ちょっと早速、お前たちドラえもん、ドラミ、サンダーもちょっと来いよ。久しぶりだな、ドラえもんとドラミちゃん。攻撃もしてあげようかな、1回だけ。おお、エメラルドもらえちゃった、パンもらえちゃった、えい。残りの人参も、えい。どうぞ。めっちゃこいつら食べるぜ。そうだな、間違いないな。何攻撃してんだ。カズクラ見て、うちも攻撃したくなったんだ。めっちゃレベル上がってるやないか。うわ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 。でもこれちょっと、これ今あんまこんなこと言いたくはないんだが、どうした？完全に学級崩壊が起きています。これみんな落ち着きがないぞ。これ学級崩壊起きてますよ。規律を正さなければ。正す？これ、ちょっと今回正そう。今回の作戦として、こっから多分並べていく感じになると思うんだ。こうやって、こんな近くからでいいのか。ここからだな、正確には。オッケー。こんな感じでやっていくんだけど、サンダーは整理整頓得意？得意だよ。まあこういうことになるんだけど、うんうん、お互いちょっと整理整頓対決していくか。わかった。うち何も持ってないんだ。はい、これやるよ。ありがとう。ガラスもやる。ありがとう。あ、最初壊せるように土でやっとくか。何が必要なんだい？気持ちだよ。気持ちか。熱い気持ち入れてやるよ。で、まあ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 見てくれ。こういうことで、うんうん、でまあこういうことになるよね。ほんで
手前側に、おお、生まれた、よろしくやってんね。で、あとはこんな感じでスポッて入ったら、はい、なるほど、オッケー。人間の整理整頓ってこと？え？うち間違ったこと言ったか？なんか言い方が悪いよ、それはさすがに。ああ、そうだな。整列。それが整列だ。ほんでまあまあまあこうやっていくじゃん。うん、うん。こうやっていくじゃん。うん。こうやっていくじゃん。うん。でまあ端っこはまあ特別何もこれ入れれないからね。わかった。まあまあこういうことこういうこと。あ、でもここもちょっと待って。ここデッドゾーンだから。うん、うん。そうだ、職業ブロック置けないから。まあ、こうなるわね。わかった。こうやってね、うん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 、わかる？わかる。こういうことだな。だからもうここまではやっ、ささ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 さ。ほんで、あとは収納していくっていう、ね、家族が違うぞ、整列な。あ、整列、うん。あとはこれ整列させていけば、ほんと整列好きだよ、ここの村人。見て、もうね、ほんと率先。本当だね、入ってるわ。綺麗好きすぎる、これ。本当だわ、この村人。やべえ、まさか俺たちの村にこんな整理整頓好きな村人がやってくるとは思ってもなかったよ。そうだな、ありがたいね、本当に。ありがたい。村人さんたちの整理整頓、いや違う、整列だ。格納場所をそこら中に作って、あとは近寄った村人を一網打尽に。ほら、こんな簡単にちょこ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 と村人が入ってくんだ。すげえすげえ。そしてドラえもんドラミちゃんも新たな子供たちをポンポコ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 を産んでいく。ありがとう。これでここの村は安泰だ。さあ、勝倉と酒井さん団が頑張って頑張って頑張って詰めたんだけど、結果こうなりました。うわー、ちょっと三段完璧、やばいね、うちらすごくスムーズだった。ほんでね、これ子供がね入り込んじゃう時もあるから、うん、うん、こうするとなんと子供入り込めなくなります。なるほどね、これが整理整頓のコツだね。整列だぞ、家族ら。整列、そうだ、整列、整列のコツだ。すごくいいのができそうだ。こうやってほら、もうこんで OK。 いいね、バッチリじゃないか。ほら、閉めるし、閉めれるし、開け閉めもよし。もう閉めれるし、下崩してももうこれ村人出れないからね。おでこが少し出っ張っちゃってるからな。うん、ちょっとね出っ張っちゃってんね。ちょっとちょっと待って、これ何で荒稼ぎするよ。なんで荒稼ぎしようか。うわ、ウキウキするな。うち防具とか欲しいな。あー、防具もね。でもこの世の中残念ながら資本主義だからさ。あー、村人横から入ってるやないか。なんだって。横塞いどいて やってくれ。ちょっと子供が入り込もうとしている。やんちゃなんだから。危ないですよって。やっぱりあれか、最初は野菜。野菜もそうだけど、ガラス屋さん、製図屋さんかな。石切り屋さんだよ、ガラスを売りつけるんだよ。石切り屋さんか。ガラスをいっぱい売りつければお金がいっぱいになるんだよ。また砂漠に行く必要があるな。そうだな。ほんで、あとは司書さん、うん、うん、で、ガラスを売ってもらえる。うん、うん、で、売ったやつをちょっと加工してこいつらに高く売る。要は流通ってやつだな。流通か、なるほどな。そう、私たちが商社だ。わかった。で、買い付けてそれをまた他に高くする。経済を回していく。転売屋ではないからな。問屋だな。問屋だ、問屋。商品仕入れて売ると。よーし、売んだらちょっとその作業もやってみますかの。そうしますか、カズクラ。よし、段取り完了だ。いいのできそうだよね。今回はなんと、いろんな職業ブロックを持ってきたんだ。楽しみだな。ほんで、今だいぶ裏作業で疲れたから、見て、あの牛。なんだあの赤い牛。なんだか死ぬほどうまいスープがここにあるらしい。ちょっと飲みに行こうぜ。行こう。飲みに来てと、そういえば言ってたな。言ってた？こないだあったんだよ。もしかするとこれメスープという厚倉三大珍味の一つ。むしろ残り二つの珍味も気になる。メスープか。メスープじゃね、これ。うわ、なんかやだこの掲示板。まがまがしい。やだこれ。怒りを買っているようだ。とりあえず飲んでもないけど言っといた。メスープうまー。まだじゃね、とならんかな。ほら、ほら、どうぞ。いつの間に準備したんだ。これでメススープ組み放題だぜ。食べれるけど、みたいな。バケツみたいにするのね。そうそう、あ、いっぱいだとそうなるんだ、これ。あれ、どこ行った。あ、おら、拾った、拾った。ありがとう。
これでお腹が減ったら無限に飲める、まあ、自己犠牲みたいなね、自己犠牲の愛で出来上がったような生き物だなこれ。そのつもりはなかったかもしれないけどね。しかもお腹減ってなくてまだ飲めねえ。うちもなんだ。あ、靴だ靴。サンダー靴靴プレゼントだ。ありがとう。いて、めっちゃいて。ブーツ履いたぞ。あ、スープ飲めるようになった。うまっ！やったー。うめめスープこれ。キノコシチューか、絶対おいしいじゃん。よーし、な、こっちから行くぞ。よーし、みんな脱走せず元気やってるかな。うわ、なんだこれ、脱走してる。ちょ、サンさん、ごめんごめん、来て来て来て。大変。増えてるのかな。ちょっと朝にしよう。あー、よく寝たー。いい朝だ。よし、ちょっとなら、これ、これ生まれたんだな、新しく。そういうことか。新しく生まれたんだわ。しかもまた格納されてる。勝手に格納されてる。今ゲットしといた。仕事熱心な村人さんだ。うわ、またまた生まれた。また生まれたぞ。またか。また生まれちゃったよこれ。ここ何か敷いとくか。何がダメージ食らわないんだ。タワラちゃんだ、タワラちゃん。後からタワラ敷いとくね。そうだな。なもうちょっとこの格納作業を進めていくか。そうしよう。収納ワールドだ、収納ワールド。収納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 。違う整列だ。ほら入れ。入った。全然入ってくれない。あー、それはまだまだ君が村人をものだと思ってるんだ。これそういうことか。村人も生きてるんだよ。そうだよね。そう、ちゃんと人にお願いするときにオラ入れじゃダメなんだよ。さっき言ってたよな。ほら、はい。あ、あのどうぞこちらの方に。あ、あこちらですね。はい。なんか態度が違う。あ、どうぞ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 、 どうぞ。こういうことだ。なるほど、お入りください。きたー。丁寧にやったら入ってくれたよ。たお入りくださいって言ったら。言っただろ。本当だった。よしよし、よし。とりあえず良くなったな。うんうん。よし、うんならこの子たちに今からお仕事を与えていこう。オッケー。あ、製図台なんかもね。いいね、いいね。どうやったらお仕事に就くんだ。うんな、まずはこのうちたち防具とか結構不足してるから。そうだね。まずこの大事な3つの仕事を今から与えていこうと思う。わかった。ここら辺結構村人固まってるから、ここで与えていこうか。オッケー。壊しても出てこないからこれ。そうか、デコが引っかかって。うん、ほんで行くよ。じゃねん。お、仕事しろこら。落ち着いて家族ら。ちょっと横行くよ。なんで横行くん。おい、こら、ちょっと仕事奪うなし。これ倍率高いんかもわからんな。やりたい仕事ってのがあるのかな。仕事に着いたぞ。なった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 。見て、鉄の斧とか攻撃してくれるようになったよ。本当だ。ほんでこれってのは実はガチャっていうのができるようになってて、今こうなってると思うんだけど、まだ一回も攻撃してない時に限りペットを置いたりすると、お前が取るんかい。ほら、こんな感じで、見て。うんうん。石炭で攻撃できるようになったりとか。あ、本当だ。そう、こういう風にいろんなパターンがあるんだ、これ。これをみんな永遠にやってるんだな。そう、石炭。あんなら、サンダー、石炭持ってきてくれ、石炭。結構、あると思うんだ。その間にガチャしてるね。なら、いろいろと持ってくるね。ということで、酒井サンダーは多分俵と石炭を取りに、そして数からはギャンブラーの血が収まらない。ずっとガチャをし始めたのだ。ガチャして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 、さてどんな村人が生まれたのか。ただいま。おかえりー。石炭これね。お、いいじゃん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 。俵作ろうと思ったら小麦一つもなかったよ。小麦不足だったんか。また育てとくね。そんで今こちらだ、こちら。とりあえず就職したよ、就職。おめでとう、就職祝いしなきゃ。ほんとだな。今石炭でチチチチン、レベル上げさせていただきました、ありがとう。すごいすごい。じゃ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 ーん。見て、金とか手に入るようになったよ。本当だ、金はいいね。でも金高いね。金ね、高いんだって。こいつらも商売なんだわ、どうも。そうか、仕方ないね。え、ほんでまだこれだけでは終わらない。今実はここで、おいしくさんだ、
いろいろ攻撃することもあるかなと思って、石倉屋さんもちょっと置いといた。ただ間違えた。そうだ。なんだ？本当はガラスを攻撃したいから。石倉屋さんは違うんだよ、これ。ガラスは何屋さんだ？製図台じゃなかったかな。ただいま。おかえり。ここに製図台入れとくね。ナイスだ。うんだら、ここに将来製図家になりたそうな顔のやつを置いといた。いいね。待てよ。おい、仕事せえよ。全然する気ないじゃん。あ、一人仕事した。ハーフを二人目。お、偉いぞ。あ、これ紙が攻撃で、攻撃品でいる、これ。紙どうぞ。紙もあるのかい？今投げたぞ。攻撃、あ、一枚分だけできる。めちゃくちゃいるのか。そうだよ。あるかな、うち。たくさんあるよ。な、ちょっと持ってきてくれ。すまねえ。全財産の紙を攻撃したぞ。紙なくなったけど3人はできたぞ。受けましたか。よーし、では攻撃を行っていこうと思う。よっさ、いい感じだ。ではお金持ちになるためにはこの世界では板ガラスというものが必要らしい。板ガラスとな。そう、板ガラスだ。ただ板ガラスが実はあんまりない。3だ3だ。何だい。ただすごい村人が4人っていうか出来上がってきてしまった。水中採掘、シルクタッチと宝釣りにか。シルクタッチいいね。そうだろ。ほんで次こっちだ。修繕来た。やったな、家族ら。オラたちでついに。そしてその横だ。耐久力さんも来たか。すげえだろ。うわー、ゴーゴー、バカ。ダメー、そこもうやんちゃだな。また入り込んじゃったよ、こいつ。なんでこの隙間入れるんだって、この隙間。見て、サンダー。なんだ？もう悪さするから。閉じ込めたのね。でも大人になったらダメージが。大きくなってもうガラスだからダメージ受けないはずっていうね。そうなんだ。すごいだろ。あれ、あいつどこ行った？痛い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 、ちびこ。ほら、確保。悪さする子は確保だ。ゲットだぜ。これで安心だ。で、ここの師匠さんがこの第二段階になった時にまれにこのいろいろとなってくれるから、ちょっと待ってね。ちょっと残りの紙を私が持っていた。来い、ガラスよ、来い。ファン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 。来ない。え、第二段階だったっけ。待って、ランタンある欲しいな。いや違う、次の段階だ。次成長させた時にどうなるかだ。これランタンめっちゃもらっとくよ。ランタンを。ランタン欲しい。12ランタンどうぞ。ありがたき幸せ。さあこれでガラスがもらえるかもわかんない。きた、ガラスだ。やったー、ガラスきたぜ。イエーイ、ガラスいっぱいもらえた。イエーイイエーイ。ということはエンドレスってことか。そう、スーパーサイクルが出来上がったな。そうだ。なら今できた板ガラスでちょっと攻撃してくるかな。うんうん、キラキラしてる。うわー、すげー、めっちゃもらえたよこれ。また将来的に教育することでこれ安くすることもできるから。あの教育か。なんか教育者によって安くなったりとかもあるみたいだからな。だからサンダー用の教育、カズクラ用の教育の2パターン作ろう。見せないといけないんだっけ。そうだそうだ、うん、近くでリンゴもあげてやらないといけないみたい。なら金を集めないといけないな。そうそう、だからここカズクラゾーンな。ここはわかった。ここカズクラゾーンで、ここら辺にサンダーゾーン作るか。わかった。うち別になってもいいけど。まだ作ろっか、将来的に。そうだね、カズクラ覚えてる。一番最初の村人さん、うちの家周辺にいるんだ。そうだった。あの石工さんをもらうよ。そうだな。だからもう一人欲しいな。あ、これもうすぐ上からこれ排出することできるから。排出っていうな、また連れてくよ。これなんで高い位置にあるかっていうと、高い位置からふわって簡単に連れされるようにって意味なんだこれ、実は。なるほど、計画的な犯行だったわけだ。そうだ、全ては計画のうちだ。うわお、また生まれ落ちた。驚くでない。あれ、脱出してるね。抜け出したのか、さっきの村人。抜け出したのかな。こいつなんか大人村人いるなと思ったら抜け出したんだな。ニョキって、なんかどういうことなんだろうこれ、抜け出すって。不思議だな。左右にトラップドアつけたらどうだ。お主も悪よの。これ次回どうなってるのか楽しみだな。ガラス割ったらそのまま大人になるんじゃないのか。そうだな。こうこうだ。
うん、あ、完璧だこれで。完璧だな。さあ、というわけで今日はこんなところで、もう大量の村人さんが誕生して、さらにここが賑やかになってったようでございます。本当村っぽくなってきたね。いい感じね。いい感じになって、自分らのところでもいい司書さんたちが出来上がってね。いい司書さん来てよかったよ、うん、またうちらのツールもパワーアップするってわけだ。気軽に。そうだね、楽しみだな。これからもどんどんパワーアップしてくるし、近々ネザーも開通するらしいからな。そうだね。ちょっとまたそちらも楽しみにしていこう。めっちゃ楽しみということで、今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあのー、バイビー。